ブラックヒースフットボールクラブは、ロンドン南東部、エルタム、ウェルホールを本拠地とする、ラグビーユニオンクラブである。1858年に創設。クラブは1862年にオープンになって、以来、世界最古にオープンなラグビークラブである。この文脈における、オープンは、会員の身分が、特定の機関に在籍するあるいは過去に在籍した、ものにだけではなく、 誰にでも開かれていることを意味する。また、ダブリン大学フットボールクラブとエディンバラアカデミカルフットボールクラブに次いで世界で3番目に古い途切れなく存在してきたラグビークラブでもある。ブラックヒースクラブはイングランドとスコットランドとの間で1871年3月27日にエディンバラで行われた世界初のラグビー国際試合の企画を助けた。その10年後には イングランドとエールズとの間の初の国際試合を開催した。ブラックヒースはシビルサービス、FC とともにフットボール協会とラグビーフットボール連合の両方の創設メンバーであると主張することができる2つのクラブの1つである。クラブは現在ナショナルリーグ1でプレーしており、ウェストホールで試合をプレーしている。クラブはラグビー校によって人気となった。 キャリングが許されるフットボール競技をプレーしたブラックヒースプロプライエタリースクールの OB によって1858年にブラックヒースフットボールクラブとして設立された。この OB らが在学生と対戦した時、応援者らはそれぞれクラブあるいはスクールと叫んで応援した。これが今日のクラブのサポーターが応援する際にブラックヒースではなくクラブと叫ぶ理由である。 1863年、クラブは単独での突破及び、キックフォローアップの代替戦術として、ボールを選手から選手へとパスする戦術を開発した。ブラックヒースは、フットボールの名を冠した、様々な競技の裁量で最も受け入れ可能な点を、包含する競技規則の枠組みを作るために、1863年10月26日に、 ロンドンのフリーメイソンズタバーンにて結成されたフットボール協会の創設メンバーである。ブラックヒースのメンバーのフランシス・モール・キャンベルが水筒係に選出された。第5回の会合でキャンベルはハッキングはフットボールの必須要素であり、ハッキングの除外はゲームでの勇気も気力も全て追い払うでしょうし、私は多くのフランス人を連れてきて1週間の練習で あなた方を打ち負かすでしょうと主張した。12月8日の第6回の会合で、キャンベルは、FA が採用しようとしている規則は競技とそれに、対する全ての興味を破壊するだろう、と説明して、ブラックヒースを FA から脱退させた。その他のラグビークラブはこれに続き、フットボール協会に加盟しなかった。このようにして、サッカーとラグビーとの間の大いなる分断が起こった。 1870年12月、リッチモンドフットボールクラブの主治エドウィン・アッシュが新聞にラグビー型のゲームをプレイする者たちは様々なクラブが他と異なる規則を使ってプレイしており、これがゲームのプレイを混乱にしているため、実施規則を作るために集まるべきであると提案する書簡を発表した。1871年1月26日、22 クラブの代表が出席した会合がロンドンのボールモールレストランで開かれた。この会合の結果としてラグビーフットボール連合が設立された。ラグビー校の卒業生の3人の弁護士が最初の競技規則を起草し1871年1月に承認された。ブラックヒースは22の創設クラブの中で今日まで存続している7つのクラブの一つである。 ブラックヒースは当初ブラックヒースにあるザヒースで試合をプレーしており、1883年にレクトリーフィールドに移った。1871年3月27日、イングランドがエディンバラにあるレイバーアンプレイスでスコットランドと対戦し、1点差で敗れた。これが歴史上初のラグビーユニオンの国際試合であった。 リチャードソンズフィールドで1881年2月19日にイングランド対ウェールズの初めての対戦が行われた。この試合にはイングランド代表としてブラックヒースの選手が4人参加した。ブラックヒースはオリジナルオールブラックスの1905から06北半球遠征の対戦相手となったチームの一つである。結果は32対0でオールブラックスが勝利した。 1982年、ブラックヒースは、ダベンポート・ルーフックが主催したグレンガース・セブンズで優勝した。レクトリー・フィールドにホームグラウンドを移して158年後、入場料収入を最大化し、将来のための発展を続けるため、2016から17、シーズンから練習用グラウンドとして使用していた、エルタムにあるウェルホールへ移転することを決断した。 ブラックヒースは2016年4月30日にレクトリーフィールドでの最終試合をブレードンとプレイし45対17で勝利した。ありがとうございます。